ケーリングランプリ85は1985年12月30日に立川競輪場で開催されたケーリングランプリである。優勝賞金1000万円。並びは、清島大崎山口、佐々木井上、中野、滝沢伊藤高橋。ジャン前で中野が前段にいた東京勢を叩きに出たものの、ジャンで小崎の牽制を受け一瞬浮いてしまう。 しかし佐々木がうまく、車間を開けて、中野を迎え入れて、中野は4番手に。そして、九州勢の並びは、中野佐々木井上に変わる。主導権は清島、以下東京勢がそのまま握り、最終1センター付近から滝沢がまくっていくも、井上のブロックが効いて、車が進まず、そして、滝沢のめくりが不発と見るや、バックから中野がスパート。 中野は四角で完全にめくり切り、そのまま押し切って、初代競輪グランプリ王者に。二着には、中野と佐々木の間をついてきた、井上、三着は佐々木だった。ミラクルシーで、立川競輪場の特集が組まれた日に、競輪グランプリ85に出場した、中野光一が証言。当時競輪評論家だった、福島正幸は、 月間ケ輪リング1986年2月号に掲載された自身のコラムの中でケ輪リングランプリ85の開催は大成功であったと絶賛している。AB 日刊スポーツ連載コラム、伝説ケ輪リングランプリ列伝ケ輪リングランプリ85の前場所となる岐阜記念を欠場したことに起因する。現役当時、 中野は圧戦予定されている開催を欠場する、際には決まって事前に申し出を行っていたが、岐阜記念欠場の時にはそうした形が取られなかった、ため。ケーリングランプリ1985プレイバック、中野は100メートル走に出場したが、レース半ばで、突然、ズルズルと交代していくシーンが、番組内で放映された。ありがとうございます。